管しました。ちょっと遅れちゃうかと思って焦ったけど戻ってきたよ。食べてお皿を水につけて歯磨きして戻ってきた。服が変わった？変わってないよ。ちょっとこれで起きよう。お疲れ様です。遅れてた？嘘。31分からなってる？そう、30分意外と短いなって思った。あ、本当？30分からいいじゃん。一周しかたまらんかった。眠い。ご飯食べたからちょっと眠たい。まあそうなるかなって思ったけど。寝たら消えちゃう。どうしよっか。なんかさ、配信のハッシュタグ決めん？え、全部食べれんかった。全部は食べれんかった。ちょっと多かったかな。眠いよー、眠いよー。ハッシュタグ、あーテロップ、ここのやつか。テロップ、時間書いた方がいいのかな。反応してくれん、指紋が。20時。はあ、あと4回これ含めて。そうだよ、みんなもラジオ聞かないといけない。大変だね、みんなもカフォに付き合ってるの。大変ね。じゃあハッシュタグはどうしよっかな。沼ってね、使ってほしいっていう人が結構多くてね。里加穂沼配信が妥当かなって思ったけど、なんかないかな他に。でもどうしよう。配信ってつけた方が、なんだろう、ショールームのハッシュタグって感じしない？ああ、だろう、それはそう。でもそれ今日しか使えん。今日しか使えんじゃん。ね、つけた方がね、つけたい。料理終わっちゃった。さっきの30分前にした。1時間前に終わった。
ま。どうしようね、今後使っていくハッシュタグにするか、今回のそのこのオーディションのだけのハッシュタグにするか。パッションフォーユーの時はさ、1位取ってデデンってしてたじゃないですか。どうしようかな。今日の衣装の色になってました。本当ね、薄紫の予定だったんだけどね。生配信でででん生配信でででん。今回のだけの方がいいかな。ロペ。どうしようね。難しいですね、ハッシュタグ決めるのって。意外とさ、だってロペ沼とかさ、沼ロペなんか言いにくいなんかそういうのもさ、いいなって思うけど、なんだろう、その新しく見始める人がいてくれたとしたときに、なんかよくわからなくなっちゃうかなとも思うんですよね。わかりやすいやつの方がいいのかなって思う。なんだろう、理解してる人ってさ、わかるけどっていう。長文いいね長文いいけど文字数って、沼からせ、いいね、なんかそういうのも。そもそも新しい人に沼がそうよね。そうですよね。どうしよう。あふれる麻婆豆腐の、それは今日だけめっちゃ好きや麻婆豆腐沼越え待ってどうしようかな。里加穂沼の番です。いいじゃん、沼って感じが続くと。なんか沼って感じしなくなるね。え、待って、沼って感じしなくなってきた女子大生。崩壊しとるね。佐藤の番です。佐藤のご飯みたいになっとるよ沼ハッシュタグ。沼はでも分かりやすいかなとも思う。してくださってる方がね、徐々に増えてきててね。クロワッサンより里加穂、あ、でもどうだろう、里加穂沼はあのね、生徒の際の時の看板みたいのがあるおかげで結構ね
なんだろうあの看板はってなって、里花粉沼って書いてある、里花粉沼ってなんだろうって思ってくださった方がぼちぼちいたらしくて、意外とね知名度はあるんです。でもクロワッサンの方が知名度強いかもしれん。沼、沼、沼、ブンブン聞こえた？沼かわいい沼かわいいって何回かわいい。沼さん、沼ってみる、なんかやだねネバネバしてそう。沼、沼りん、沼りんってこと？沼、沼、沼って難しいな。三日目で沼ってなってるの沼だよ、沼よ。沼、今来た、わけわからん。ハッシュタグを考えてるんです、このオーディションのね、今回のオーディションのショールーム配信のハッシュタグを考えてるんですけど、沼うさぎかほいいじゃんどうしようかな。カホはさ、でも思ったのがさ、沼ってさ普段の活動なんか生息地帯って感じじゃないですか、沼が今っていうとね。でそこからやっぱ1位を目指すってなったら上に行くわけじゃないですか。だから沼から陸地へって感じにしようかなって思ったけど、そしたら沼やめたいみたいじゃないって思って、難しいうーん、沼はやっぱあれなのかな。沼捨てとるよね。うん、1位っていう感じ、雰囲気のあるワードを入れるか、なんだろう、声優系のなんか、うん、どうしようかな。
パッとね浮かばないんです。1位取って出てんは多分結構ツイートとする時のノリで、うん、書いたから。1位を目指す沼とか1位、書き上がる沼、沼ランキング1位。沼から離れた方がいいかな。1位、シンプルに里香法を1位がいい気がする。今さなんか沼で考えてたけど、今さ里香法を1位が来た瞬間に、うん、これかなって思っちゃったそうだよね、そうじゃない？それやっぱそっちの方がさ、なんかなんて言うんだろうね、わかりやすいし、なんか伝わりやすいかなって思う。うん、じゃあ今回は、今回のイベントのハッシュタグは里香法を1位へで、このイベントが終わった後とかに沼関係の決めましょう沼関係のね、なんかショールームだけじゃなくてさ、なんだろう、握手会とかでもなんか香法だけってさ、ハッシュタグをさ結構前にカホが勝手に作ったけど、沼系でまたなんかハッシュタグ作れたらさ、最近知ってくださった方とかさ使えるからいいよねって思いますけど、どうでしょう。1位に1位へカホ、里カホを、里カホを1位へ、里カホを1位に、どうしよう。里加法を1位へ、どっちがいいんだろう、なんか分かんなくなってきちゃった。崩壊。沼キャラやめたいのかと思ってた。ほんと？意外とクロワッサンの方がやめたいクロワッサンの方がやめたいわ。1位へにしよう。1位へ、ハッシュタグ里加穂を1位へ。貼るか壁に。僕らの夢をとは。なんて書こう。里加穂ハッシュタグ。さあどうかほうを、さあどうかほうを1位、ハッシュタグさあどうかほうを1位へ。いろいろここにものがありまして書きづらいですわ、まことに。
ハッシュタグ、ハッシュタグ佐藤カホを1いいえ、佐藤カホが真ん中に来るんだね。ハッシュタグ佐藤カホ、細いかも。薄い意外とちっちゃかったっていうね、ペンの先が。ちょっと頑張って書いてます。早速使うね、使って。あと顔を。を。あ、やばい。を。え、よし、かけたよ。神うさぎロペ声優オーディション、うさぎってこうやって書くのね。ロッペ新キャラクターって入らないか。声優オーディション言う。よし、どっちに貼ったらいい？紙うさぎ、テープ、テープ、テープ取ってくるね。こっちだ、こっちが近いし。やばい、もう54分、下にスペースが。そうなの、下にね、開いちゃった。見えてますか？50分？まさかの。早いですね。あと100万ポイント。
やばいよやばいよ、それはびっくりだよ。ピンクが薄いね。そうなんです。そう、でもこっちをね強調したくてね、ピンクにしちゃった。赤にしたらよかったかな。ねえ、なかなか縮まらんね。離れて離れて戻して離れて戻してって感じになっちゃう。頑張らんと。スクショ付け所できた。よし、頑張ろう。1位、きんぴらごぼうさん、ありがとうございます。気合い12、魚屋のひろさん、ありがとうございます。魚魚魚。3位、のぶさん、ありがとうございます。うさぎありがとう。4位すーさん、ありがとうございます。これは何、明太子、ありがとうございます。5位はまこっティーさん、ありがとうございます。かほだけ、ありがとうございます。6位、ジェイさん、ありがとうございます。パチパチ。へい。7位、くぼちさん、ありがとうございます。イエイ。と8位、しげぽんさん、ありがとうございます。パチパチパチ。9位はしんち RPT さん、ありがとうございます。パチパチ。10位、便蔵さん、ありがとうございます。イエイ。と11位、ゾルタンさん、ありがとうございます。パチパチ。12位はロギーさん、ありがとうございます。パチパチ。13位、オキドキヒロタムさん、ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。ギフトの読んだ方がいいって書いてあった。あ、でもめっちゃたくさん、これさ、コメントタイムラインにさ表示されなくなっちゃったのかな。ギフト、ハットホソギッチさん、ありがとうございます。シンジャルピッティさんのバラ、あざます。ハッシーさんの音符、あざます。ホソギッチさんの星、いっぱいあるんだね。シナモンバードさん、あ、さっき単純にいてくれた、ありがとうございます。ハート、結構あるんだね。魚のひろさん、ハート、ありがとうございます。きんぴらごぼうさん、緑のだるまさん、ありがとうございます。今年ね、だるま、やばい、時間待たせるだった。今年ね、だるまね買おうと思ってね、毎年ちっちゃい時ね買ってね、ちっちゃいだるまさんを、で片方の目塗ってってやってたんですけど、もう買わなくなっちゃった。シンシャルピーさんのバラ、ありがとうございます。シゲポンさんもバラ、ありがとうございます。かゆちゃんのハート、ありがとうございます。パンダやパンダ、ヒロさんもハートとバラ、たくさんありがとうございます。皆さん、ヒロタメさん、タヌキ、タヌキ、月を、なんか月にお餅ってこの時期でしたっけ。すごいたくさん、サケミンさん、かわいいってやつ、ありがとうございます。たくさん送ってくれてて、ありがとう。ベチョウさんのハート、ノブさんのかわいい、ジェイさんの花束、サルトニーザイモンさんのタヌキ、シアザピさん、アシンチアルピチさんのバラ、ありがとうございます。十五夜お月、15日にお月見、もう終わったもう終わっちゃった。あ、やばい、時間だ。バイバイ。30分後に。